船宿吉野屋、2018年3月24日、撮影。吉野屋は、千葉県浦安市猫座根の船宿。20世紀初めに創業した老舗である。10人以上の船長が所属して、釣船14隻、屋形船6隻を運航しており、釣船宿としては、中堅の規模である。1921年に、葛飾丸による深川高橋からの浦安への、 定期航路が開通した際、浦安の発着場が吉野家の前に設けられたことから蒸気加減と称されたこともある。作家、山本修五郎は、1928年夏にスケッチに出かけた現在の浦安市一帯を気に入り、そのまま翌1929年秋まで当地に滞在したが、その間に滞在した5カ所の下宿先の一つ。後に、1960年に、 新聞連載され1961年に刊行された青べか物語はその時の取材に基づくものとされるが、作中に登場する船宿千本のモデルは吉野屋である。吉野屋の玄関には当時の当主と山本周五郎が並ぶ姿を捉えた林忠彦撮影の写真が飾られている。浦安氏がロケ地となった2008年のテレビドラマ長生き競争では、 船宿、吉沢として、ドラマに登場した。千葉線気候浦安、旧江戸川船宿の釣り船、赤実日思う。読売新聞、東京長官、P30、読み出す歴史館にて閲覧浦安には、昭和30年代まで船宿が100件ほどあったと、されるが、2004年の時点で10数件まで、減少している。AB、県民、主役の映画を国土監督、 我が町千葉日常を描く現代劇発起人会発足。朝日新聞、長官、千葉全県、P26、マイナスキキクラ2ビジュアルにて閲覧 ABC、ハゼとクラスにてんぷら戦。朝日新聞、夕刊、P14、マイナスキキクラ2ビジュアルにて閲覧、浦安の釣り船船宿吉野屋。吉野屋。2013年5月14日閲覧。ニアミスの海悲劇は、 防げるか、シーマンシップこそ。読売新聞、東京長官、P26、読み出す歴史館にて閲覧。鈴木和明、吉野屋、明海行徳の歴史大辞典分社、者、2005年、249ページ。ISBN 978から48億3558万5666。2013年5月17日閲覧。 A.B. 鳥海総一郎。周五郎。新兵が愛した風景裏安付近。朝日新聞。長官マイナスギキクラ2ビジュアルにて閲覧。青べか物語と、船宿、吉野屋。吉野屋。2013年5月14日閲覧。ありがとうございます。